こんばんは、松原サンタです。今日は、流浪に剣心という、作品、漫画ですね。僕が大好きだった、漫画ですね。こちらが、今回、京都ですね、京都編が新しく、映画に、実写版の映画になるということで、久しぶりにね、この流浪に剣心の、まあ、が大好きだったということもあるんでね、絵を描きたいと思います。まずは剣心を描いていきます。久しぶりに描くので上手に描けるかわからないですが、よいしょ、描いていきたいと思います。この頬の傷がね、剣心の特徴ですね。これちょっと切れた時の剣心の目になってますね。普段はもっとね、優しい顔してるんですけど、切りでござる。よいしょ、こんな感じですね。できました。これが、剣心ですね。よし、こんな感じですね。それではまた別の動画では、他のキャラクターを描いてみたいと思います。